皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。 Today's episode is 暗殺貴族のロコアでございます。もっと長いネームあったよね、ちょっと思い出しませんでは入っていきたいと思いますが、今回からそういえばなんか商業人になるみたいな、そのようなストーリーの展開があったと思うので、結構それは楽しみしてます。 Let's go。まあちょっと強調しすぎてると思うんだけど、まあいいや。お、すごいね。お、黒くなりましたね。大丈夫なんだよ。まだシルバー席には早すぎるんですよ、この人は。ええ。イリグ・バロール。もう大変やな、暗殺者になろうと思ったら。こんなこともやらへんとあかんやんか。なんかなりすましみたいな。これ自分の息子にさせちゃおうじゃないですか。で、まあたくさん死んでいくじゃん、ルフとかさ。やられてしまったじゃないですか。んだら文系のやつらが、まあたくさん自分たちの息子どもは争いやってるじゃないですか。いろいろ大変なことがありますね。だけどなんか昔の、いや昔っていうか、まあ異世界の貴族、それでたくさんの、まあ、文系があって、ちょっと政治的なことがあって、みんなは本当は上に立ちたいっていうところがあって、この貴族ファミリーにもあるっていうのは面白いよね。操られた。バラバタバタブラパパ。Break the world dark six って言ってるのかな ?Dark six light って言ってるのかな ?Dark six light。 何言ってんだか。頂上の館。どういう意味なのだろうか。あれですか、娼婦宿の話なのだろうか。それとも、でも少女っておかしいんじゃない。あ、やばい。なるほどな。女の話なんですかね、これはまた。どんなにが起こんのか。ああ、すごいね。それで自分の知ってる店に案内するとか、すごない？へえ、これでも案内所やってるみたいな感じですよね。ずーっと誰かはこれを作ってて、よかったね。なんかすごいんだけど、うまくやってんなこの案内状。そっかそっか。この子頭いいもんな。そっかそっか。ああ雨や。そっか、まあ頭いいんか。面白いや。でみんな女性、一人の男がいる。これが女性。あ、え、ノイン女性っぽい。いや、この人たちが処女の館の話になるのかな。
まあ今は1個しかないんだもんな。頭いいわ。わかるんかい。今は2つなってる。前は1個しかなかったとか、そして少しずつ3つ4つ増えていくとか。まあ面白いね。え、おいおいおい、これはあかん。おお、え、マッハ魔法使えんのかよ。おいおい、やべえじゃん。そっか、こいつらを襲って売春宿に売ろうとしてる腹なのだろうか。やばいな。あ、やばい、自分もやれた。やば。これはでも1話の話じゃないよね。いきなり。とりあえず3人捕まった。お、ゲートの CG か。まあ全然許される。もトレン様、個人、嘘つけやん。これ個人じゃねえから安心して。まあ安心したらあかんやろ。みんなやられたんか。お前らに目、ああそういうことか。はあはあはあ、それで、ああ自分で作れってことか。1週間分か。はあはあはあ、ナイフとかあるってわけなのかな。1週間分って言ったら結構でも気をつけなあかんな、食べてる量に関して。あ、でもみんなと一緒にいるっていうのはついね。そっかそっか。とりあえずみんな一緒ってことは救いだけど、これからどんなひでえことが起こるのか。あ、めっちゃ芽生え生えてんな。でも制服あるんだね、この子たち。はあはあはあ、結構あいて仕事させ、おおお、蹴るんかい。それじゃ早くなる、なりやせんやろ。え、何、はあはあはあ、
いやーこの人普通に人を両親で買おうと思ってないでしょ。これやばいやつやろ普通に。だね、そういうことや。だろうなと思ったわ。いやー最悪やな。いやマジかよ。あ、洗うんだね、ここで。そっか、まあ商品という感じに。なってるわけですね。そっか、もう1話のあれを思い出すね。ああ、最悪だな。心身バイバイっていうのは良くないですよ、皆さん。やったらあかんよ。うん。まあバナナフィッシュとか似たようなこともあったんですよね。いやー結構大変な思いしたな。逃げようとしたのかな、それとも隠れてるのかな。Jesus fuck、 最悪。リファかわいそう。まあこんなことがね、そのように何でも何でも何でも起こるっていうわけなんですね。最悪やな。かなり、え？そういうこともね、あるかと。最悪すぎるな、ほんまに。なんかすんごい傷跡があるよね、この人。なんかナタ持ってるけど、自分を殺す？
殺してる？マーク。マーク。Jesus Christ。今回のエピソードってほんまにダークすぎだろ。いやー、2年後とかなんなん。Fuck。 それで逃亡するつもりだったのかな。逃げちゃったのね。ああ、自殺と考えてるわけ。ああ、来ましたね。これは我々の英雄さんですか？2年経ってるってわけなんですね。まあこの人魔力あるっていうわけなんでしょう。人格とかまあ結構やばいね。かなりやばい金額なんでしょうね。ああ、今日はもうレイプするつもりっていう感じなんだね。ファック。だね。トラン委員長、契約支払いを済ませた以上、彼女はもう僕の家族です。何かあったらやばいぞって言ってるわけ。で、このマーハの。何が？もうめっちゃ悲しいよな、ほんまにこれ。ジーザス。まあそうなるよ。いやー、キモなんかほんま。お、これで自力で逃げれるのかと。ほうほうほう。ああ、このもう一人の男もやべえのか。わー、
お前そんなんだったんや。あーでもキモいなみんなほんま。まあチートの強さあるからな、普通の人間は相手できませんね。なんだい？何？おう、できるか？まあまあまあ。いやーまあこうなるよね。しかし2年遅いな。悲しい。いやーエノイン。これは多分違うあれなんじゃないですかね。ああなるほどな。はい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 、なるほどな。こいつあれや。ブーンって逃げた。 OK、 まあ客人を全員それで捕まえるのね。どうなったん？治った？あの男がなんか魔法かけた？お前そんなこともできるんかよ。マジかよ。こういうちょっとハレム増えすぎない？もうなんかそういう終わり方？はい王子様みたいになって終わるのちょっとなんかマジグロテスクなエピソードの最後に「はいおじさま」って終わるのなんかちょっとなんか合わへんなと思っちゃうんだけど。わっ、はあ、やれですわ。これね、トゥードゥーリスト、スリーコインで買いました。ああ。どう考えても、ちょっと今回のエピソード生々しいよね。いや、子供じゃん？こんなひでえこと？見なあかん？まあ、わかったよ。この世の中は。やばいぞって。まあ俺たちの世の中にもやばいことはそりゃ毎日行ってますよ、世界の隅々に。しかしちょっと偽りの生活、まさかこんなにダークになるとは思ってなかった。かなりびっくりした。もうちょっとねライトストーリーかなと思ったけど。おおファック。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひコメントで俺と同じように、びっくりしたのであれば教えてください。どう思ったのか教えてください。Until next time, goodbye. お気に入り。